2024年からですね、英検リニューアル、そちらどのように変わっていくのかを見てみます。ライティングの問題が増えるって、二次試験に関しては準一級に話題導入文を追加。で、その受験者潰しが実はここにあるんです。要約っていうのはですね、論理関係を示すものなんですよ。無理じゃね？わかりました。もてちチャンネルです。さてさて、2024年からですね、英検リニューアルというですね、はい、お知らせが出ました。まあ、ちょっとね、7月6日にいろんなことが起こりすぎちゃって、重なっちゃってごめんなさいという感じですね。ビレッジヴァンガードでね、僕のグッズ、あ、忘れてた。まあ、パーカーをはじめとしてね、グッズが発売されたので、まあ、その動画出さなきゃいけなかった。でプラスでまあただいべが倒産で、まあ、7月6日の時点で知ってたんで本当は6日に出したかったんですけど、まあ、パーカーのやつがあってで英検がリニューアルっていうのも6日の段階で知ってたんで出したかったんですが、さすがに3本も動画は出せないので後に回ってしまいましたが、はい、リニューアルが決まりました。英検ですね、そちらどのように変わっていくのかを見てみますね。でまあいろいろ問題解いてみましたけど分かったこともあったりして、まあ困るのは英検の本書いてるじゃないですか。まあその改訂版を出さなきゃいけないのに改訂版どうしたらいいのっていう状況ですね。はい、12月に出そうと思ってたんですけど、いやー変えられちゃうんだ24年ってことはもう予想問題とか作んなきゃいけないのかなと思って今がっかりしてます。はい、ではどう変わるのか見ていきたいと思いますね。英検3級以上の級を改定すると、1級準1級2級準2級3級ですね、リニューアルをすると。でリニューアルに至った背景、英検はこれまでその時々の学習指導要領に表される英語能力感を踏まえた出題を目指してきたと。現行学習指導要領の外国語では複数の技能領域を統合した言語活動の充実を図ることが目指されている。また知識や技能の習得だけでなくコミュニケーションを行う目的や場面状況等に応じた言語の運用を考える中で思考力、判断力、表現力の育成も求められていると。で、まあそもそも指導要領変わってったりしますよね。そもそも勉強しなきゃいけない、ほら単語の数だったりとかも違うわけじゃないですか。で、文法事項だって変わってますね。勉強する。これらを踏まえ、できるだけ早いタイミングで新たな英語能力感を反映した出題形式を取り入れてリニューアルする必要があると英検協会として判断。で、対象は1級から3級と。で、どのように変わっていくのかというと、まあ基本的にやっぱライティングの問題が増えるっていうのがこれがまあ新しくドンと変わるって感じですね。だからライティングが1台から2台に変わるわけですよ、英作文ね。だ既存の意見論述の出題に加え要約問題を出題っていうのは、これが1級、準1級、2級です。はい、3つの級で要約問題が出題されます。で、要約問題が出ることによって、語彙問題、長文問題の設問の数が変わります。で、今までライティングゲーって言われてたじゃないですか、英検って。もう英検のライティング1台だけで、そのリーディングのね、全部の問題と同じ配点なわけですよ。ね、リスニングのあの、たくさん解いたのと同じ配点なんですよ。だから、バランスがむちゃくちゃな試験だったわけですよ。だから、昔は違ったんですよ。昔はそのライティングの点数とリーディングの点数ですね。違う配分だったんですよ。でも途中から4技能全部同じにするっていう風に変わって、まあ4技能を入試用にしたんですよ。大学入試用にしてやったんですけど、今度はめちゃめちゃアンバランスになっちゃったわけですよ。ライティングだけがボーンとね、1問ですごい配点になっちゃったわけ で、それが2台になるってことなんで、まあこれは自然な流れだと思います。ライティングのその1問だけの価値っていうのを減らすっていうのはやらなきゃいけないことではあったはずです。なんで、そこは自然です。で準2級3級に関しては英作文の出題を1台から2台になるんですけど、E メール問題ですね、 E メールの返事を出すものが準2と3級には加わります。試験時間が準2と3級は変わりますね。長くなります。準2級が75分だったのが80分に変わりますね。このリーディングとライティングのセットが。で、3級、問題数すら減らされないですから。で、3級は50分から65分に15分延長されます。で、二次試験に関しては、準一級に話題導入文を追加ってますね。ナンバーフォーに。これ何のことだか分かんない人も結構いるかもしれないんですけど、まあこれ、いくつかの動画で多分言ってると思うんですよ。二次試験面接の動画って結構出してるじゃないですか、僕。で、そこで言ってるんですけど、英検二級の方が、設問自体は準一級よりも難しいんだよ、スピーキングはって言ってるんです。で、これどういうことなのかっていうと、英検二級までは、まあ準二もそうなんですけど、ちゃんとそのスピーキングの試験で相手の言ってることを聞き取れてるかなっていうリスニング力が測られてるんですよ。それに対して準1級の方は
もうそんなリスニング力なんかあると、もう一次元突破してる時点でリスニング力はある、だからスピーキングでは設問はそんなに難しくない、優しいもので行うっていう風になってるんですよ。で、長くすることによってこれリスニングって大変になるじゃないですか。だから2級の方が長いことが結構あったりするんですよ。でもって2級が難しいって言ってるじゃないですか、僕2級難しくなってますよっていうの、実はここにあるんですよ。これ多分ね、詳しくは言ってなかったと思うんですけど、2級のね設問見てるとね、まあ長いからまず聞き取れないっていうのがあるじゃないですか。あと受験者潰しっていうところがあるんですね、その長い部分に。でその受験者潰しが準1級で使えるようになるというか、相手側のものですね、英検側はおそらく準1級で潰しを使ってくるだろうなって思うんですよ。で何潰し、まあ長いと聞き取れないっていうのはもちろんそうなんですけど、トピックには話題を最初に入れるんですけど、そこの話題の中にもう受験者が言いたい意見とかね入れてくることがあるんですよ。よく言うじゃないですか、健康とか環境とかお金とかを考えろって僕言うわけですけど、その課題文のところにお金がかかると言われていますがみたいに、もうお金の案を潰してきたりするんですよ。環境にいいと言われますがとか、環境に悪いと言われますがみたいなのがもう課題文のところに入ってたりするんですね。でそれによって受験生の一個アイデア出しを潰してくるっていうのが実は2級には見られるんですよ、説問見てるとね。今後もしかしたらですよ、まだわかんないですよ、準1にもこの潰しが入ってくんじゃねえかなと思ってます。そう、課題文が長くなるとリスニングが難しくなるよっていうのもあるんだけど、相手が言ってきそうなアイデアを一個潰すことができるんですよ、実はね。そんなのが、まあ、準1級受ける人にとっては大変かもしれないと思いましたね。まあ、どれだけね、問題数減るとかはまだ発表されてないのでわかんないですけど、検定量に関しては9月中をめどに発表と。で、それぞれ見てみたんですけど、まあ、ライティングね、だいたいま、3分の1ぐらいに縮小しなきゃいけないんだけど、全部3段落ですね。1級も準1も2級も3段落の要約になってます。で、まあ、文字数、1級が90から115に要約、準1が60から70で、2級が45から55にで、文章自体はもう短いんだけど、もう2級とかはね。で、見るとやっぱね、1級がやっぱ論理が分かりにくくて余計なものがたくさん足されてるなっていう感じですね。で、要約って、まあ僕も東大英語ずっとやってましたから、要約っていうのはですね、論理関係を示すものなんですよ。そのまあ3つの段落があって、その3つの段落が一体、まあトピックですね、何について書かれていて、そのつながりは何なんだっていうのを示すんですけど、それが1級のやつは分かりにくく使われて、で準1級は結構はっきり書かれてて、で2級はもうこれっきゃないでしょみたいな書かれ方です。それぞれの段落のトピックと論理関係っていうのが大事なんですが、それが上になればなるほど見にくくなってるって感じですね。文章自体は優しいですよ、もちろん。リーディングのパッセージも優しいんですけど、英検ってリーディングのパッセージよりさらに優しいっていうのが、まあやってみた感想。で、準2級、3級の方は E メールなんですけど、E メールの方はまあ、このね、これ書いてくださいねがすげえ多いんだよ。条件が多い。例えば外国人の知り合いアレックスから E メールで質問を受け取りました。この質問に分かりやすく答える返信メールを四角に英文で書きなさい。あなたが書く返信メールの中で、アレックスの E メールの文中の下線部についてあなたがより理解を深めるために下線部の特徴等具体的な質問を2つしなさい。まあ今回はロボットペットなんですけど。であなたが返信メールの中に書く英文の目安は40から55で、回答がアレックスのイメールに対応していないと判断された場合は0点という風にあるんですけど、結構だから条件が多いです。3級もそう。あなた外国人の友達ジェームズから以下のイメールを受け取りました。イメールを読み、それに対する返信メールを括弧に英文で書きなさい。あなたが書く返信メールの中に友達ジェームズからの2つの質問に対応する内容をあなた自身で自由に考えて答えなさい。あなたが書く返信メールの何々括弧に書く英文の語数は15から25で、回答欄の外に書かれたものは採点されません。で、4段ですよ、この E メールですね。まあ、ぜひサンプル貼っとくんで見ておいてほしいんですけど、無理じゃね？英検3級レベルの人がこんなの答えられんのかなっていうのが印象ですね。これできんの？できない。順に2級ってやっぱさ、読む力もそんなない人が多いから、これ解けないんじゃないかなっていうのが感想ですね。はい、皆さんはどう思いますかね。はい、やってみた方の感想あったらぜひお知らせください。そしてこれから受ける方ね、いやいやこれどうなるんですかとか、これ不安だなみたいなね、ありましたらぜひともよろしくお願いします。はい、皆さんのご意見お待ちしております。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。